2枚の折り紙を使って折ります。まずは体の部分から折っていきます。折り紙を四角に半分に折ります。これを開いて、今ついた折り筋に下と上を合わせて折ります。 これを縦にして、さらに半分に折ります。開いて、今ついた折り筋に下と上を合わせて折ります。この正方形を今度は三角に半分に折ります。 開いて90度回してこちら側も三角に半分に折りますこれを開いてこの部分を開いて内側の折り筋に合わせてこのように折り替えます反対側も同じように折ります右上の三角を立てて 中を広げて正方形に潰します。左上の三角も立てて中を広げて潰します。この正方形の袋を上にめくりながら折りずるを折るときのようにひし形に折っていきます。反対側も同じように折ります。 これを上下ひっくり返して裏返します。下側の角を内側に閉じます。これを裏返して、今度はこの下の真ん中からひし形までこのように折り筋をつけて中の紙だけ折り直します。反対側も下の真ん中からひし形の真ん中までを 折り筋をつけて、中の紙だけ折り直します。横にして、こちら側もひし形の真ん中から、下側の折り筋まで、折ってから、中の紙だけ折り直します。反対側も、同じように折ります。次に、このひし形の先の部分を、 角から斜めに内側に折ります。折ったものをさらに外側に折り返します。反対側も同じように折ります。先端を外側に折り返して、次に上の三角を両側に開いて、これを上下ひっくり返して、下の真ん中から 斜めにこのように折ります反対側も同じように折ります表にしてこれで体の部分は完成です次に頭の部分を折っていきます折り紙を四角に半分に折ります これを開いて、今ついた折り筋に下を合わせて折ります。さらに下側を真ん中の折り筋に合わせて半分に折ります。これをすべて開いて、下側を真ん中から一つ下の折り筋に合わせて折ります。 上下ひっくり返して、反対側も同じように折ります。真ん中の折り筋に合わせて折って、それをさらに半分に折って、広げて、下側を真ん中の一つ下の折り筋に合わせて折ります。これを縦にして、こちら側も半分に折ります。 開いて、下側を真ん中の折り筋に合わせて折ります。さらに下側を真ん中の折り筋に合わせて、半分に折って、開いて、下側を真ん中から一つ下の折り筋に合わせて折ります。上下ひっくり返して、こちら側も同じように折ります。 真ん中に合わせて折って、それをさらに半分に折って、開いて、下側を真ん中の一つ下の折り筋に合わせて折ります。この正方形を今度は三角に半分に折ります。開いて、90度回して、 こちら側も三角に半分に折ります。これを開いて、この部分の紙を開いて、先端をこのように立てて閉じ直します。反対側も開いて、内側の折り筋に合わせて先端を立てて、 折り直します。この三角を中を広げて正方形につぶします。すべての三角を正方形につぶしてこの正方形の袋を先ほどのようにひし形に折っていきます。 4箇所とも同じようにひし形に折ります。 これを真ん中の線で半分に折ります。そして、右側のひし形のこの部分を、この上のひし形に触れる位置で、このように折ります。反対側もこの部分にひし形が触れるように折ります。 上下ひっくり返して、ひし形の先端をすべて上に閉じます。これを裏返したら、こちら側のひし形は、ハサミを使って先端から紙の切れ目まで切り込みを入れます。 1型の先を上に閉じたら、その角ごと、このように斜め上に折り返します。反対側も同じように折ります。表にして、これで頭の部分も完成です。体と一度合わせた状態で顔を描いていきます。 顔の端の部分に目を描いていきます斜めの楕円形で目の周りの線ごと描きますその真ん中に斜めの線を引きます 下側に目を描いて上側に小さくまぶたを描きます。 これに色を塗っていきます。ピンクのマーカーで目の周りを塗ります。黒いペンで目の線をなぞります。黒目も書き込んで、顔の間の部分をグレーで塗ります。 頭の角の部分も真ん中の角を残してグレーで塗ります。角の下部分も塗って、これを体と真ん中の筋を合わせた状態で、 隙間からホチキスで留めますこれでハルクジラの完成です